拍手お願いいたしますありがとうございますそれではまずは皆さんから一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますはじめに安倍晋之助さんよろしくお願いいたしますはい、えー、皆さんこんにちは、えー、企画主演を務めました安倍晋之助です、えー、本日は、えー、お越しくださいまして誠にありがとうございます、えー、監督と なんか映画作ろうかという監督が「阿部さんどんな映画やりたいですか?」っていう話をしてくれて5年もう6年経ちますそこから本当にたくさんの仲間が集まってくれて素晴らしいチームで作り上げた映画だと思っています今日こうやって皆さんの元に届けることができてとても嬉しく思います もう秋田では上映先行上映してるんですけども今日を皮切りに全国の皆さんにえ見ていただくことができるということでとてもワクワクしてるんですけれどもなんか自分たちの手を離れてえ皆さんの映画にお客さんの映画になっていくということが少し寂しくもありますえでもこうやって多くの方にえーこうやって劇場に足を運んでくださってる この顔見ると本当に作ってよかったなと思ってます、えー、今日は短い間ですがよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続いて安藤正信さんよろしくお願いします、えー、北丸役をやりました安藤正信ですあのー、初日舞台挨拶あのー、こんなにたくさんの人たちがあのー、来てくれたこと本当に感動しています あの、ここ最近ちょっとあのテレビ付いてて <laughs> テレビばっか出てたんであの、まあ、僕は映画俳優ですからこういうふうにあの、えー、とかった映画に愛のあってセンスのある映画に自分があの出れてまた皆さんとお会いできることをすごくうれしく思っていますあの、映画を見てくれて本当にありがとうございますありがとうございます。 続いて清原茅さんお願いしますはい七役、えー、を演じました清原茅です、えー、皆さん今日は会場にお越しくださって本当にありがとうございますなんかその今ここに立って皆さんの顔を見たときにすごくどっしりとした空気感を感じて何か見てくださった皆さんそれぞれの心に届くものがあったんじゃないかなあればいいなって という気持ちで今ここに立ってます。今日は最後までよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて藤井道人監督お願いします。はい、えっ、ー、と皆様えっ、ー、と上映初日にえっ、ー、とお越しくださってありがとうございます。脚本監督の藤井道人です。 えっと2013年にえっ、ー、と安倍晋之助さん山田孝之さんとえっ、ー、とゼロから作った企画をこうやって皆様に見ていただいてえっ、ー、と感無量でございますえっ、ー、とこれからこの映画は全国のたくさんのところに届くようにえっ、ー、と僕たちも協力して僕たちも一生懸命宣伝して頑張っていきたいと思います今日は短い時間ですがよろしくお願いしますよろしくお願いいたします最後に山田孝之さんお願いします。 はい、えー、本当に今日は皆さん来てくれてありがとうございます、えー、今まで、えー、秋田や鹿児島で舞台挨拶をしてきた中で感、えー、無量という言葉を僕は使ってきてたんですけど今、藤井君にそれを取られて非常に動揺しているんですがすんそんなことは微塵も感じさせないような堂々としたプロデューサーとしての今日は挨拶をしようと思っていますよろしくお願いしますすよ <laughs> よろろししししくくおお願願いいいたします。<laughs> えー、それでは、えー、早速お話を、ね、伺っていきたいと思いますけれども、えー、ここからですね、スチールの皆さんはフラッシュを、えー、使用しての撮影は、えー、ご遠慮いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、えー。さてですね、安倍さん、そして監督山田さんによって企画開発がスタートしまして、山田さんの故郷、鹿児島県、そして撮影地である秋田県での先行上映会を経まして、本日から全国公開するわけでございますが、この作品と向き合い続けたお三方は、今日を迎えることが、まあ、特にですね、 感慨深いと、えー、思いますけれども、初挑戦続きであったこの六年間を改めて振り返っていかがだったでしょうか。まずは安倍さんからお願いします。いや本当にさっきも話したんですけど、もう紙一枚どうしようかっていうところから、もうメモ書き留めてこういうのがいいね、ああいうのがいいねっていうところから始まって、で高木があ一緒に作りたいって入ってくれて、で本当にゼロからあのみんなで話し合って。 作っっていったところにあの安藤さんだったり清原さんだったりスタッフもそうですけどいろんな人が集まってくれてそれでもうロケ地を決めたりもう僕も俳優なのでそういう経験をしたことはないんですけれども,もういろんなこうゼロから作る過程を経験しながら本当に大切な作品だなというふうな気持ちがどんどん芽生えていってそれでもう今日公開するっていう,もうその道のりはとても長かったんですけど。 本当にもう言葉でちょっと言い表せないんですけれどもうん、こうやってなんか一つの作品をお客さんに届けるっていうのはこういうことだし、なんか思いを込めるっていうのはこういうことなんだなっていうことを体感してきたので、とても感無量です、はい、力強い感無量、ありがとうございます。 藤井監督はいかがでしょう、この6年振り返ってそうですね、まあ、本当にその中でも4年間、脚本を作っているという作業が一番長くて、やっぱりこの映画はいつクランクインできるんだろうと,、えー、と思いながら歌ってた4年間の中で、やっぱりこの安藤さん、清原さんが入ってくださって、たくさんの、えー、と秋田県の皆様に協力していただいて、すごく加速的にこの映画は、えー、と2017年に進んだんですね。 あの釜江浜という風車の街、えっと、に出会えてそこで映画を撮れることが決まってから、えっと、この映画が完成して今日まではもう本当ジェットコースターのような日々で,で多分聴いてくださったと思いますがそこに最後に野田さんと清原さんが作ってくださった音楽が最後を締めてくださったっていうのはこのすごい自分の人生の中でもとてつもなく大きなターニングポイントになる一本なんだなっていうのを自分で見ても改めて感じます。 わかりました。ありがとうございます。山田さんはいかがでしょう。この6年を振り返られて。藤井君、今のはちょっとやっぱ最後感無量です。そうですよね。ごめんなさい。<laughs> 俺もね、なんかちょっと。すみませんでしたね。<laughs> はい。うん。六年。そうですね。まあ、本当でもなんかやっぱ脚本開発が一番もう回数も重ねてますし、時間も割いてたので。まあ、思い返すと本当に脚本会議を何回もやって。 外出たらまた朝だっていうのを本当何回迎えたかなっていうのが一番出てくるんですけどあとはまあみんなで秋田に行って市長さんとかに何か会っていろいろと話をしたりとかやったけどまあでもなんか本当撮影始まってからもう本当すごいスピードでばっと始まって今日まで来ちゃって。 感無量いただきました、あありがとうございますさあそれでは安藤さんにお伺いしますけれども、えー、山田さんからオファーがありまして出演を決められたそうでございますけれども、えー、実際に出演されてねいかがだったでしょうか。そううですねもう本当まあ 藤井さんだったりとか新之助だったりとか高行の3人に比べたら俺何にもやってないなって今日 <laughs> そんななことい先週秋田に行ってきてねあの僕もちょっと参加してはい一緒にあの舞台挨拶してきたんですけどまあ要はまあゼロから作っていろいろこういろんな苦悩を分かち合っていろいろ やってないから三人に比べたら正直話すことがないなと思いながらはしご酒やってくれたじゃんそれはもう本当に高雪のために絶対この映画をあの広めたいと思ってまあ見送ったっていうかすみません身ったっていうか僕だってやっぱりねそれは映画俳優だからいろいろなそのイメージじゃん役者は だからそのプライベートなとかまああの特に謎めいてるとか言われてるから、はいはい、そんなあのやっぱまあ、でもやっぱこの映画を広めたい少しでも一人でも多く見てもらいたいって意味でまあ、昨日はまあ身を打ったっていうかまあ僕は見てませんでしたけどねあの、はい、でも安藤さん時間の問題だと思いますよバレるのは <laughs> ちょっと待ってすごいシンクロしたぞ <laughs> バレるのはっていうのは。